あ、髪見てる。ね。ファンレターですかね。めちゃめちゃファンレターをじっくり読むいい子たちですから。メールが。おお、課金メール。いやー、お世辞抜きに最高のライブでしたよ、本当に。あ、オールスターライブだったのか、あれは。ね、描写上は7人だったけど、実際は全アイドルが大活躍をしてたということなわけですね。そこはお前たちの想像力で補完できるね、できるなというバンダイナムコの粋な計らいなわけだ。はいはいはい。いやー、ね、どんどん思えば遠くに来たもんだっつってね。さよならだけが人生ではないですね、本当にね。あ、ゆきほさんからもね。あ、お茶を携帯にこぼすほどの。あ、それは違うんだ。ライブのをやった結果、お茶をこぼすほど興奮したとかではなく、単なるミスか、これは。はい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 。すごいな、あんだけの大舞台を終えた後に普通の日常のこと、日常のちょいトラブルを送ってきたぞ。神経太いな。星さん。あ、プロデューサー、おはようなの。なのだ。弥生さんのランクアップが何気にもう近いのかな、これは。弥生さんで行こう。一旦誠さん外れるパターンで行こうかな。今めっちゃ面白くなかったですか。聞こ、瞑想マインドの弥生さんバージョン、めちゃくちゃ面白い説が今浮上してきたから、いけるかな。なんなら弥生さんの放っておけなさはな。行ってらっしゃい。タウン誌に乗るレベルだから。行ってきます。油断してた。そう、このめちゃくちゃに切り裂くようなうがね、私の耳を切り裂くんですよ、本当に。前も言いましたけど、ヘッドホンで聞いてて、放送的にちょうどいい音量だとヘッドホンが爆音なので、うに私は殺されるんですよ、いつか。アニメ見た時思ったんですけど、もっとうがね、柔らかかったんですよ。ゲーム版というか、今の最新作のうがどんどん尖ってきているというか、先鋭化してる気がする。これだ、これだ。で、コーディネートもね、ちゃんと。なんかでも一箇所弥生感を残したさもある。あえて全然合ってないこれをつけてしまうことによるちぐはぐ感を私は今楽しみたい、そんな火曜日です。じゃあ、聞いていきましょう。あら、いいですね。いってらっしゃい、瞑想マインドへ。いってらっしゃい。いいぞ。あの高槻さんが舞台で一人で踊っている。今出てますよ。お、クリアライン超えましたね。全然瞑想してない感じというか、
瞑想っていうか迷子だなこれ。いやー、ありがとうございました。よかったね。この深刻な曲なのに全く悲壮感のない感じ。はい、みんなにお腹いっぱいになってほしいかなって。おかわりか。はいはいはい。あれですか、あの熟練の皆さんに聞きたいんですけど、高槻弥生さんを弥生県に連れて行ってお腹いっぱい食べさせたい的なことはすでにたくさんの方が言及してるんでしょうか。私ならするな。うわー、本当に迷子マインドですね。あとどれくらい進めばいいの。ね、これだって自宅から 200m ぐらいの迷子でしょ、しかも。初めてのお使いに失敗した時みたいな、そういう風景しか、ね、頭に浮かんでこないもの。いいわ。弥生さんはあれでしょうね、あの初めてのお使いを追うスタッフ あのカメラをカバンの代わりに持ってるおじさんに一切気づかないんでしょうね。いやだってこれもうあれだもん、お使いの途中でその買うものメモをなくしちゃった時の歌だもん。届かないメッセージってそういうことだもん。ね、これ誠さんの持ち歌なんですけど、弥生さんが歌うと全く意味が変わってきちゃうっていう、すごいな。ね、最高。あ、でも今顔を背けてる時ちょっとこう大人になったらどうなるのかなの大人の面影が今一瞬見えたような気もしましたね。みんなはどう？お、なんかもらえるらしいですよ。なんだこりゃ、灰皿か。何これ、どこにつけるのこれ。こりゃファンレターが2通は来るわ、こりゃ。何、弥生ちゃんは多芸面濃いな。なんか地方からね来た方がいるみたいですね。弥生ちゃんの髪っておいしい。これはね悪いオタク、こういうのがね悪いやつなんですね。ね、次回から出禁にしておきます。さてもうね、時間もあれなんで一旦育成の方は、おかえりプロデューサー。こんばんは、ただいま戻りました。あ、プロデューサーさん、お今日はもうお帰りですか。小鳥さん、システムの全てを知りし女。お疲れ様ですプロデューサーさん。お疲れ様です。おお疲れ様。週末はゆっくり休んでくれたまえ。また来週よろしく頼むよプロ。それ私のモノマネですか社長。さよなら。じゃあ今からね、リクエストタイムを、あ、その前にメールをね確認しましょう。お祭りみたいってね、ソロライブ、そっか初めてでしたね。はいはいはい。ライブ中に昔お祭りでお母さんがアイスを買ってくれた時のことを思い出したんです。あーあー出た、悲しい感じのやつ。弥生はお姉ちゃんだから、弟とか妹がいるから興味のある屋台があっても別にみたいなことを言ったりとかするやつ。
そういう記憶があるにもかかわらずメールの末尾にイエイというそういう人。はい、じゃあね、一段落ついたということでね。お、これはなんか見たことない、なんだこりゃ、サラサラしたね、なんだこれ、ミラーボールみたいな服をもらいました。もう8月の3週目ですね。そっか、じゃあアイドルたちは今夏休みなんでしょうね。もうそろそろ宿題をね、宿題のこととか考えたりとかしてるんでしょうね。みんな宿題をやるんですかね、ちゃんと。ここからはボーナストラック、ただただ曲をね、見ながらみんなで、お茶を飲んで、手をたたいてね、そういう貴族の遊びをするコーナーです。見終わったね、本当に見終わった後に客席に白い手袋だけ残されてて、じゃあどうしようかな。最初にやる曲はちょっと選ばせてください。さっき買った曲をやっぱやりたい。これね、マリオネットという曲を買いました。そりゃ誠さんを聞きたいのは山々ではあるんだけれど、どうせそれは本編でもやるという、そういう空気の読み方も私はもちろん知っている。もちろん知っているが、知っているからといってやらないといけないわけではないよね。おそらく大人っぽい感じの曲なので、インのもので固めよ。あら、ゆきほさんがめちゃくちゃ調子こいた顔してる。いいぞ、その調子だ。え、あ、そうなの。みきさんの持ち歌なんだ。でもこれは持ち歌ってことはもうだって見れるじゃん、なんか探せば。そこはさ、私のわがままをね、この老いぼれのわがままをどうか聞いてやってくれんか。ワイヤードマリオネットっていうそのものズバリのね。あ、これもこれかっこいいですね。これにしましょう。ちょっと待って台無し、ね、セットで買ったからといってつけなきゃいけない道理はないんですけど、やっぱりつけますよね。あ、これ、え、何これ、ちょっとこれどういうこと、非現実的な動きの、え、何これ、集中できん、いらん、これだ。もう私はここでわがままをちょっと通させてもらいます。ちゃんとした組み合わせはね、そのうちっていうか、曲を知らないので。お待ちかねの新曲です。なんかすごいな、この服バッキバキだな、防御力高そう、機動性が落ちて防御力が上がるような。え、ねえ、消えてしまっても探してくれますか。あ、1位、今のところ1位です、はい、忙しくてメール打てないのね、寂しい時には夜空見つめる、のどくに向いてほしい、昔みたいに。この3人の歌声結構踏んでていいですね。ドキドキ、子供が体伝わる、踏み出したら失いそうでできない、あなたと離れてしまうと。あー、いい、踊れない、歌うまですね、この3人。糸がほつれそうになる、心が壊れそう。うわ、結構重い歌詞だけど、動きはすごく アクロバティックというか。へえ、何もできない、それがマリオネット、あなたに今のカメラ
カメラさんいい仕事してましたね。なるほどね。強い。僕たち3人とも最高です。この3人のは強いな。保存しとこ。そういう曲か。なるほどね。孤独に慣れてしまうことの怖さみたいな、そういうあれね。はあ。与えてくるな、解釈を。さて、あと2曲ぐらいやってお開きにしようと思うんですけど、ここでね、ウルトラスーパーリクエストタイムを入れようかなと思うんですけど、どうでしょう。メンバーはちょっと変えようかな。たまには星井美紀さんとか選んでもいいかもね。ね。こういうのありだと思います？こういうことって。あ、なんかいい感、いいんじゃないですかこれ。イーロンマスクじゃないですかこれ。そして僕らは旅に出るって確かね、服とセットだったんですけど、私それね、ドア4だったから買ってないんですよ。だからなんかまあ違う印象の、あ、買ってたわ、これだわ。ドア4じゃなかったわ。ちょっとね、簡素な感じでやろうかな。あら、うわー、ヨウ、クラスのヨウだわこれ。これかな。じゃあ視聴しましょう。あらららら、ね、もうとんでもないわ。もうすでにいいんだけど。あんまり知らないからな。の感じがあるわ。中3特有の万能感を刺激してくるわ。うちら最強的な感じがもう。はいはいはい。みんなも手拍子してます？あのキスミーの時の指の動き、あれ恋ダンスですよね。あの動きってこっちの方が先ってこと？うわー、卒業式の後もう遊びに行っちゃうタイプでしょこの子たちってね。なんかもう卒業式終わったらもう約束取り付けて、全然しんみりしない感じの。よかったね。こんなもんハッピーエンドですね。じゃあもう一曲やりましょう。なんかいっぱいあるな。なんでこんないっぱいあるんだ。いつの間にかめちゃめちゃ多くなってる。待ち受けプリンスはね、確かに何度聞いてもいいんだあれは。すいません、もう待ち受けプリンスをやります。で、待ち受けプリンスをやる場合の黄金の組み合わせって何なんですか皆さん。アイドルマスターに詳しい皆さん、
これをやった場合にね、黄金の精神がこう光り輝く組み合わせって何なんですか。 UFO も UFO もつけましょう。今日は特別ですからね、特盛りでね。これで重そう追求が重そう。もうみんないいのは分かってるからね。あとは服とかね、どうするのかっていう話ですよね。この服不思議だな本当に。あ、でもなんかありだな。この服なんか面白いからこれにしちゃおうかな。モームス感もなくはない気がするし。そんでね、約束通り UFO も特盛りでつけちゃって、あー、ピンクレディっぽくなってしまったな。いいな、なんかでもこれはこれでね、はい。これつけると完全にピンクレディだな、なんか、はい、面白くなってきましたね。あららららららら、なるほどね。これは岩壁の秘蔵の新しい一面という感じがすごくするな。聞こ、とっておきの新曲です、お聴きくださいめっちゃ UFO 回ってる。あれどういう仕組みなんですか。あれドローンなの。こっちの方がマリオネットっぽいんだよな。うわやっぱ足ガニガニやるとこで笑っちゃうな。おい、こうなるか。俺っていうのめっちゃいいですね。来ますよ。あら。いいですね。千早さんの中和の発音がすごい確実でしたね。なんか新鮮ですね、確かにね。UFO は邪魔。こう来るか。はあ、なるほどね。いやー、いいですね。高身長ですね、そういえばね。保存しとこ。はあ、ね、いいものを見たわ。いいものを見た。あと一曲、あと一曲だけ、あと一曲だけなんか聞こ。やっぱこれもな、アマテラスだよな。やっぱり変わってるなこれ。みんな思い思いのゴールデンメンバーを考えてるね。そういう本当に自分で全部どうにかしたい人はやっぱ買うのがね一番だから。このゲームがな、なんだろう、その売り上げ的に苦戦したっていうの本当に許せなくて、まあいろいろ事情はあるっていうのはね、それこのステラステージの原作がちょっとあれだったとかいう話を聞く限りだと、まあ仕方ない面はあるにしろ、こんなにいいのにという、このゲームだからみんな買った方がいいっていうのがね、私が一番この放送を通じて言いたいことだから、あの自分でやるっていうのが一番、ね、喜びを最大化する、結局一番楽な、ね、
手段だからね。よしね、よし行きましょう。現場も確認したし、新曲行くわよ。いいですね。リツコさんもなんか寮の気配がね、あるの。いいっていう意味の寮ですけど。なんか救っとる。今日はお祭り、みんなハッピー着てます。指差し確認してる。流れる汗が腹とビートせかす。いおりさんの声だけ反則をやってますよね。何か気づかないふり。なるほど。その声が触れるほどに眩しく燃えてる心隠せない。いいですね。まっすぐな光で君を照らすよ。意外とこの3人もありですね。大好きだよ、何度も聞かせて、抱きしめたい、離さないで、手を伸ばして、連れ出してほしい、君がいれば、どこでもいい、愛してると、見つめて言えない、つないだ手を握り返す、君と会って、踏むからで、愛すること、初めて知る、このぴょんぴょん跳ねる感じ面白いですよね。あー、確かに言われてみると委員長をやってそうな3人かもしれない。みんなありがとう。みんなそれぞれ委員長だな。なんか別々の理由でね。なんかリツコさんなんかはもう正統派に委員長だけどね。いおりさんなんかは普段から偉そうなことを言ってるつけとしての委員長。誠さんは人望で委員長って感じね、ありますね。ということでね、もう時間はもう10時でございます。私は会社に10時になってもまだいますね。そういえば全然気づかなかったけどね。ということでね、今日も本当にね、最高の出来事に包まれて、ね、優しさに包まれたならということで、全てのものはメッセージなわけですよね。猿、おい猿、そう思うだろう。ということで、皆様お疲れ様でございました。また次回。